高槻かな子です。今日はお仕事で撮影と生放送の日の Vlog です。スタジオに到着しました。これから、メイクとフィッティング、そして撮影をしていきます。朝起きて、スキンケアをして日焼け止めだけ塗った状態でここに来ました。その前に、ワクチンを打ってきたので腕に注射痕があります。メイクに入ったら最初にマッサージをしてもらいます。この日はセルキュアっていう美顔器を使って電気の EMS モードで顔をシュッと引き上げたり、リンパを流してもらって小顔にしてもらいました。いつもは前日か先にフィッティングをして衣装を決めてからメイクに入るんですけど、この日は先にちょっとメイクをしてからのフィッティングでした。時間があったのでいつもよりくまなくマッサージをしてもらってます。スキンケアが終わったのでファンデーションを塗ってもらってます。メイクさんとはもう1年以上ぶりにお会いしたのです。いろんな話をして盛り上がってました。基本的に海外行きたいよねみたいな話をしてたと思います。スタイリストさんが到着したのでフィッティングに移りたいと思います。 おすすめは特に、はい、特に、全部可愛い柄。おすごい、なんかネオジャイアンみたいな、なんかすごいすごい。悩むなー。あー、こういう色も可愛いな。この青のドットとか結構好きかも。はい、うん、でもパッと見なんか、まあ、これも割となんかイメージあるけど、うんうん、ね、2つかな。鼻の大きいやつ どれこれ。あー、ちょっと、うん、通りかもな。うんうん、なんかちょっと可愛すぎるか。こっちの方がまあ古風な感じは出るね。こっちかな。うん、これ着てみます。似合う。自分で。衣装が決まりました。なのでそれに合わせてメイクさんと髪型やメイク色味とかをどうしようかなって話し合いながら決めていきます。顔動いたらカメラついてくる。ほら見て。今回は歌声喫茶かな子という自分の冠番組のビジュアル撮影なんですけど、なので昭和レトロな雰囲気にしたくて、髪型もちょっと昭和アイドルみたいな巻き方にしてもらってます。着替えます。完成。うん、こう
昭和と韓国の間。撮影スタート。みんなで話し合いながら作っていきます。座りの撮影が終わったので全身の撮影、そしてまたアップの撮影をしたら終了です。あれですよね、サイン書きましたよね。なんか飾ってあったってファンの方が書いてた気がするので、見てください。オープン、すごい、めっちゃ綺麗、すごい、てか広い、めちゃくちゃ見やすい、すごい、女子率めちゃくちゃ高い。手袋やっぱ、うん、女子の、メンズは秋葉原のアニメ。あ、そっか。ゲットお、お弁当もゲット。現場は池袋のハレスタ、今からリハーサルです。歌声喫茶かなこというニコ生の冠番組のプレオープン放送をします。はい、わかりました。じゃあ Vlog 撮りながら喋ってよ、
今日はここで歌声喫茶かなこをオープンします。なんかプレオープンの特別番組みたいな感じなんですけど、今日池袋のスタジオでこの後ろの背景がこれオープンすると外ガラス張りになっていて見えるので、皆さんまあでも予告したの当日なんで来てくれるかわからないんですけどそう急なんで、まあ会えたらみんなの姿が見えるといいなっていう感じです。今日のバッグの中身を紹介します。バッグはこれ、なんか原宿の古着屋さん、古着屋、うん、多分古着屋さんでかぶってきた帽子どっちもお気に入り。これランマ柄なんです、ランマケース。ワクチン接種してきたからマスクも入れてます。ワクチン接種券ちょっと裏返しで、ちっちゃいポーチね、ポーチ結構入ってるでしょ。あと、リップ、ジバンシーのリップで、なんかすっぴんの日に使う用の、色があんまり、リップです。イヤホン、リンクバッツ S、 これ愛用してます。ソニーです。こんな感じ。あと、ゴミと、まあ、現場用のペン。今日の私のバッグの中身はこんな感じでした。おーいやちょっとおー覗いてた、すごい、あーすごい、思ったより来てくれてる、イエーイ、みんな撮ってるよ、よろしくお願いしますお願いします。よし、じゃあ本番行ってきます。配信終わりました、イエーイ、楽しかった、たくさん歌ったよ。お客さん3人ぐらいしか来ないと思ってたけど結構いましたね。いっぱいいましたね。